これなんか食べる適当に。うそやん。うわ、俺もうマジ死んだ方がいいんかな。せーの、3、2、1、よし行くぞ。おたです。はい。ということで皆さんこんにちはです。今日はですね、新居初めてのドッキリをヒカルに仕掛けていきたいなと思います。今日ですね、なんと今ね撮影してる時がですね、2年2ヶ月の記念日です。素晴らしいよっ。今日はちょっとね、まあ、ヒカルが今ね、買い物に来てもうすぐ帰ってくるんですけど、今日ね、この後ヒカルが帰ってきて、夜ご飯をね、一緒に食べようってなってるんですよ。ここでやっぱちょっと、唐辛子入れたいな、ということで、もしね、彼氏が記念日なのに、女の子の友達とちょっと夜ご飯ちょっと入っちゃって、なんかちょっとやべえ。っていう感じで、もし彼女に伝えたら、果たしてヒカルはどうしちゃったの、どうしちゃうのかなっていう、のをちょっと今日はモニタリングしちゃおうかなと思います。楽しいよ。まあ修羅場になってしまうのかね。俺もちゃんと本当にやっぱりこの新居に来たからにはやっぱりちょっと俳優っぽく2022年は目標にして、それでは今日も騙された大賞どうぞ。ということで、まあここだったらいけるでしょうということで初お披露目です。はい。で、ちょっと、あ、そうだ、さっきオープニングね、ちょっと確認してみたら月、川から拾ったんかぐらいの汚さだったんですよ。ちょっとほんと恥ずかしいのでちょっと突っ込ませてください。これね、これちょっと毛がね、マジでついちゃうんですよね。そう、わかる？これ毛なんですけど全部。はい。まあほぼ毎日汚いですね。はーい。じゃあということで、ちょっと雑談はさておき、ヒカルがもうすぐ帰ってくるので、ちょっとここでねバチバチにちょっとやっちゃいたいと思います。おやすみ。はい、ということでヒカルがですね、今インターホン待って上上がってきてるので行きます。帰ってきた。おかえり。え、どうしたの？え、何？病んでる。病んでない、病んでない。お腹すいたんやろ、ちょっとな。お腹すいたくない？重たかった、荷物が。嘘。眠たくなった。これで行ったの？このなんかあれ、シンデレラの妹の人みたいな。どういうこと？やっぱ今日は記念日なんでね。いや、覚えてた。え、そのために買い物行ったんやけど。ああ、そういうことか。サプライズやん、ちょっと。どういうこと？さっき喋ったし、この話。サプライズやな。うわ、マジか、嬉しい。これサプライズになるの？超楽やん、サプライズ。やば、ちょっとマジやばい、今。あれ、マスクどこ行った？何作る？選択肢が何個かあんねんけど。あれ、マスクどこ行った？マスクいらんて。おい、うん、てか、ヒカル、そうや。何？やばい、言うの忘れてたわ。何？今日、友達がさ、うん、友達がさ、うん、友達がさ、うん、なんか、相談あるみたいな感じ、会いたいみたいになってさ、夜ご飯行っちゃう。え？いつ？いや、もう今？やばいって。マジ？いいって。いや、女の子やねんな。でも全然なんかそういう関係はないで。それ言う方が怪しいね。マジで本当にガチの、なんだろう、本当政治ぐらいな感じ。どういうこと？世間話を本当話し合う友達みたいな。どういうこと？わかんない、わかんない。いや、本当になんか相談したいみたいなのになって、うん、だからまあちょっと言ってあげたいなみたいな。どういう相談？お金ないからちょっと仕事を欲しいなみたいになって、うん、でまあちょっとなんか、まあ、あと恋愛とかもあったり、うん、でちょっともう行かないといけない。今日じゃないとあかんの？まあまあまあ結構都合が合わないんだよね、普段から。どういうこと？マジで困ってるから、うん、まあちょっと行ったら。じゃあしょうがないけど。いいよ、別に。うわ、怒ってるやつやん、これ。怒ってない。そう、いや、ただちょっとご飯買ってきちゃったなっていう。作るの？ご飯は食べるよ。食べてから行くの？さ、うん、食べるの。どういうこと？すぐ行かない、うん、でも本当にもう本当早食いみたいな、2分30秒レベルの。でも今から作んねんで、ヒカル。作んだ。え、そ、それそうやろ。あ、そういうこと、うん、ちょっとそれだと時間がとんでもないから。うん、まあでも帰ってきてから食べようかな。じゃあ一人で食べるってこと？一緒に。いや、ヒカルはさ、お腹空いてる。もうピエンピエンやで、ほんまに。いや、なんかそう、違う、俺もこんなことになると思わなくてさ、うん、本当になんか急な展開みたいな。ああ、じゃあその子お家連れてきたらいいやん。
いや、それはちょっと気まずいわ。なんでよ。それは気まずいで。なんで？直接対決みたいなね。全然気まずくないんだけど。いや、向こうが気まずいよ。なんでよ。それ気使うやん、聞かれたら。なんで？やっぱ気は使ってほしくないから、うん、いや、ほんと申し訳ない気持ちはもちろんすごいあるけど、うん、まあちょっとやっぱり友達ということでちょっと助けてあげたいなっていう。まあ、せやな。そう、それは大事やけど。じゃあもうヒカル作らんとこは。今日ヒカルどうする？ヒカルなんか食べる、適当に。うそやん。うわ、俺もうマジそんな方がいいんかな。どういうこと？いや、別にいいよ。別に今日じゃなくてもヒカルらは毎日一緒におるわけ。いいよ、別に。マジ？うん、あ、ゆきよ。まあ、そう。 でもやっぱり逆だったら俺はすごい寂しいから、うん、やっぱ俺は行きたくないなっていう気持ちしかない。え、でも行かないとおかんよ。その子今日しか無理なんやろ。そう、なんだろう、もうね、出たくない俺は今から。ちょっとわざとらしいわ、そこまで行くと。二人と時間を過ごしたい。いや、だからいいよって。結構やるやん。どういうこと？器が大きいやん。俺はその器がないから分からないわ、その感覚は。ヒカルが行くって言ったらどうするじゃん。なんで行くの？なんで行くの？どういう感じ？怖。なんで？でもさ、うん、意外とさ、毎月なんか忘れてるよね。今日なんかちょっと張り切ってるな、ヒカル。まあ、新居やからな。気分上々みたいな。そう、俺の心も上々。イエーイ。イエーイ。俺の心は上々。上々な時は叙々苑でパーティー。あら。はい。叙々苑行く？叙々苑行くねんけど、これから。はっ！それはちょっと話が違う。なんで？いや、ちょっと待って、タイム。ちょっと T。タイム。はい、あの、焼肉嫌いやろ。叙々苑はサラダが美味しいのと、やな、デザートを食べたい。じゃあ一緒に行っていい？ヒカルも。いや、それ気まずい、気まずい。やばい。なんで？気まずさマックス、マジで。行きたい。なんか、叙々苑行きたいみたいになって、向こうが。あ、俺、あ、いいの、おったろ、おったろ。ハタ君、マジ全員におごるくせ、マジやめて。いやいや、おごんないよ、俺全員よ。おごってるわ。おごんない、おごんない。俺は本当に信用っていうか、大好きな人しかおごらない。叙々苑か。いや、でもなんかお土産買ってくるよ。叙々苑のドレッシングみたいなの売ってるし。やだ。何かある？じゃあ逆にお使いっていうか、なんか欲しいもの買ってくるわ。じゃあ何でも。プリン。うん？プリン。叙々苑プリン。うん、美味しいプリン。あ、プリン好きなの？プリン好き。ソラマチにあるわ、めっちゃうまいやつ。それで、じゃあ。ソラマチでも空いてないの？ごめん。無理。まあ、そんなこんなでちょっと行こう。そんなこんな言われたの？そんなこんなって初めて俺人生で使ったやつ。そんなことないやろ。そう、そんなこんなで。そんなこんなって言わんくない？俺初めて言ったんやけど。そうや、ちょっと使ってみた。まあでも、は、なるはやで帰ってくるわ。まあ寝とくけど。なんで？一緒に寝ないとそれは怒るよ。プンプン。絶対寝る。なんで？眠いの。それはちょっと逆に光が重くなるわ、罪が。それは聞いてない。一緒に寝ないっていうことはもう本当にほぼ別れてるんよ。誰が言うとんねん。なんで？行ってきいよ。ごめんね、ヒカル、マジで。うん、優しいね、やっぱり。器の大きさは君が世界一。早く解決して。あ、器の大きさ世界一。裏にヒカル、未来もヒカル、俺たちの未来はヒカル。イエーイ。下手くそかよ。帰るときまた LINE して。うん、帰ってくるとき LINE して。うん、帰ってくるとき電話でも。うん、じゃあ行くね、もう。マジで。寝てるかもしれんけど。いや、マジでそれは罪。ヒカル見て。じゃじゃーん。ヒカルさんです。皆さん、新居のヒカルたんです。ということで、新居初のドッキリ大成功。行きませんよ、俺は。行かないの？行かないよ。やってんな。よかったね。もうちょっと今これめっちゃ笑顔やで、今これめっちゃ笑顔やで。ほら、これホッとした感やばいで、これ。誰が言ってんねん。これやばい。うわ、めちゃめちゃ今喜んでる、これ。光、今これ喜んでる症状なんですよ。お腹すいた。ほら、このごまかし方めちゃめちゃ喜んでます。はい、このごまかし方はやばい。だるいよ。はい、ということで皆さん、これ新居初ドッキリで上がると思うんで、これは神的な俺のやっぱね、演技すごかったやろな。相当ちょっと俺マジで練習してたね、ぶっちゃけ言うと。どういう練習？事前に本当に気持ち入れてたから。嘘。かなりいいものになったんじゃないかなって感じ。まあ全然いいけど、言っても。うわー、出た、ツン出てるよ。
いや、そのさ別に私は余裕だよみたいな感じでけど、そのタイミングよな、買い物行って作りますよの直前に言うのがちょっと罪かなっていうぐらい。だから事前に来たら別に何でもいいよみたいな。全然いけた。はい、これが初ドッキリなんで、皆さんぜひ拡散してもらって、モタヒカの新居を盛り上げていただけたらなと。新居を盛り上げるってどういう意味？ここを盛り上げていただけたらなっていう感じです。まあでもソファーとかは一緒やからまあそうやな、あんまり変わらんかな。まあテレビはちょっと買い替えてでかくなって、そう、まあでもまたね、完成版のルームツアーの方もちょっと載せたいと思うんで、まあ、ここしか映さないようにしたってこと？そうそう、あっち、まああっち撮ったけど、でも部屋全体でまだ映ってないんで、うん、こうめっちゃ広いんですよ、向こうが。ちょっと皆さんぜひそちらもお楽しみにしててください。はい、お腹空きました。ということで、ご飯ちょっと記念日の夜を過ごしたいなと、はい、思います。はい、じゃあということで、皆さんもうすぐ30万人ということで、ぜひまだチャンネル登録しない子いたら登録をお願いします。お願いします。ということで、以上、おたとひかりでした。バイバーイ。